エクストリームワン。おっす、エクストリームワンです、記念すべき第1回は達人の皆様による技術交流会の模様をお届けします。ゲストをお招きしています。中野先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。先生、はい。世界大会4連覇ってすごくないですか？いやもうそんな、もうたまたまが4回続いただけです。いやすごいなと思ってて、で以前、うん、あのキックボクシングをやっていたと、はい、あそうなんです。聞いてあるんですか？はい、はあ、前田先生を見て、はあ、かっこいいって思ってた世代です。本当ですか？もう嬉しい、光栄だな。ちょうどあのこう格闘技通信とかで、はあ、うわすごいなって、あのもう回転バックフィンチとか見て、はあ、うわすごいと思って、こんな技が本当に当たるんだなんて思ってたんですけど、もうこの現実に目の前にいるっていうのがすごいです。スーパースターです僕。とんでもない。私もね、あの中野先生の動画を見て、はい、態度を知ったんですよ。はい、あの中野先生は態度を何で知って出会ったのか、はい、ちょっと聞かせていただけませんか？私は高校の先輩が先にあの拓殖大学の体道部に入っていらっしゃいまして、はい、であのまあまだ高校生の時ですね、3月の春休みの時に遊びに来ないかと言われて、はい、で先輩の家に泊まってその部活に遊びに行かせていただいて、はい、あのその当時にあのキャプテンがヨーロッパチャンピオンだったので、はい、世界に出れるっていうのはなんか面白そうだなと思って、興味深く思って入ってみました。はい、あの今日はですね、ぜひねキックボクシングでも使えるね、はい、態度の技などありましたら特別にね、はい、ご教授願えないかと、はい、僕が何かこの先生方に、はい、あのお伝えできることがあるかわからないんですけれども、はい、あの自分なりに、はい、あのご協力させていただければと思います。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。態度はそうですね、まあ、待機動向制御っていう順番で練習をするんですけども、待機っていうのが姿勢と呼吸です。で動向が旋回したりジャンプしたり倒れたりねじったり回転したりするものなんですけれども、その姿勢と呼吸を維持したままの旋回とかジャンプをして、それで相手と戦ったり守ったりコントロールするのが制御になります。まずそうですね、せっかくなのでじゃあ皆さんの向こうからこちらに軽く旋回していただいてほしいですね。この線から、うん、あの落ちないように止まってほしいんですね。おそのような形で、じゃあ皆さんお願いします。そうですね、すり足でいいですか？はい、すり足でいいんです。あ、すり足、なんでもとりあえずやってみましょう。はい、じゃあ真ん中までいったら終わった。はーい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。OK です、OK です。じゃあちょっと大回しの後ろ回し蹴りをしてください。はい、こうやってちょっと回らないですね。回らないわけですね。大回しの技っていうのは、まあ、直線的に入ればそもそももらわないので、結構後ろ回し蹴りの威力があるんですけれども、一番のあのポイントはこの股関節の部分に入られると技が当たらなくなってしまうということですね。で私たちは機動線という考え方がありまして、自分と相手を結んでいる正中線上の線が機動線ですね。でこれがこういう形じゃなくても、ここでそのまま、はい、でこの状態で相手のマシンですね、この表面、ここって意味ではなくて体の中のマシンに自分が向いているところが機動線だと思っていただければ思います。でそこをガチッと見ます。でそこを見て、この時点で落ちてるんです。はい、落ちた。この時点でも広がってしまってるので、ここに入ったらもらわないって状態ですね。なのですごい殺傷力のあるかかとではあるんですけども、回った時点でこう中に入られてしまうので、まっすぐって形ですね。なのでしっかりこう抱え込んで刺すように蹴るって感覚を覚えていただければと思います。でこの時に手なんですけど、これも広がってしまうと横に入りますし、下を見るとこの時点で頭が落ちてしまうので外に力がいってしまいます。なのでしっかり前を見て、これがずれないようにという形でやっていただきたいので、まずそれを上じゃなくて下でちょっとやっていただければと思います。次、終わり方ですね。終わり方がこれやっちゃうと、最後がせっかくインパクトするときに逆のひねりが入ってしまってて、下半身は行きたい、上半身は戻りたいってなってしまいますよね。はい、なので相手に対して全部が行くようにします。でこれポイントがですね、最後インパクトの時にこっちじゃなくてこっちですね。ねじりを使うと1、
2で戻っちゃいますよね、うん、逆にします。先にこっちを閉じます。体を閉じる形ですね、うん、閉じて閉じて開く、ね、閉じて開く。でその時に相手の方に手がね、その打ってという形になりますね。なのでこの手がこっちに行ってしまうと、うん、まあ、言ってみればワンツーフってこの辺に次の手があって、うん、こう相手から手が離れてしまってて、うん、そういう距離が出てしまうみたいな形になってしまうので、うん、両手が必ず相手の方にあることですね。でこの位置で手を打つのが戦場になりますね。さっと両手が前に向かうのやってほしいですね。はい、よろしくお願いします。回ってほしいね。おー、手が出るね。はい、回ってほしい全体ですね。回転になれてますね。次ですね、どうせだったら態度の技でエビ蹴りなんですけど、はい、守れなかったという技ではあるんですが、かかと系の蹴りなので、ま、ボケでいいですか。あ、はい。はい、OK です。エビ蹴りなんですけども、下から45度もしくはそれよりも上とか下を狙って蹴ります。例えば膝でもいいですし、まあ、誤診だったら筋的でもいいわけですよね、まあ、どこでもいいんですけども、自分足によっての場所もあれば、態度はすごい面白くて、手もつく位置で前変えられるんです、ね、例えばこの位置も当たらない位置で蹴ることもできます。ちょっとじゃあ打ちますね、はい、でも、まあ、下でもいいって感じですね。まあ、手のつく位置で、あ、そうなんですよ、そう、見えないの、ここ、足が見えなくなっちゃうので、そう、結構どこ蹴るのってなんですね。それが結構あの嫌な感じかなと思って。これがさっきのこのかかとここで動かしてくださいねっていうのも、あの大事になります。例えば広がってしまうと、さっきの蹴りもこうまっすぐこの直線上で打つんじゃなくって、これがこうなっちゃうんですね。ただ、なんかすごく雑味があって、なんか遅いですよね。遅いし、なんか回れそうなので、なんかまっすぐですね。でこれが相手をさばきながら別に打ってもいいわけで、この相手をさばきながらしっかりまっすぐでパッと戻って、戻った時にダムスグ打つようなイメージですね。で、蹴るときに足伸ばしてると肉離れとかしてしまうので、実はこっちは余裕持たせてます。こっち曲げて OK です。倒れてしまわないように踏ん張って、危ない危ない危ないで踏ん張ってて逆に手打ちになっちゃったりするのであれば、むしろ倒れてしまってシーソーの頭が下がると尻尾がバンって上がりますよね。で、倒れてしまうこの人は、よし、もう相手死にたいだからもう行っちゃえというふうに思って来てる相手に対して、実は自分が倒れてるっていうのを技が待ってる。でもこの人は気づいてないっていう虚実を使えると態度がいいかなっていう考え方です。抜いて髪みたいに開っていくっていうよりかは、押されたらそのままゴーンっていけるからですね。その力を使う。そうですね。あとはこの、こう例えばパンチが結構逃げたい逃げたいっていうスピードをもっとこう攻撃にこう活かす。はい、そうですね、そうですね。横から見るとこう、こういうエネルギーがこういうエネルギーになっちゃうので、じゃあどこから見ればいいかというと、下から見ます。これがあったら、下から見ます。そうそう、下から、そうそう、下から。下から見ます。こういう感じで、深く見ます。下から見る。見えてますよ。見えないですよ。見え、あの、ここら辺見えるんですよね。なんか、ここ見えないですよね。つけちゃうと。あ、そういうことですね。こういう感じですね。そういうことですね。おー、よいしょ。そうそう。おー、見えた。見えた。今はまっすぐ行きました。おぉ、もうちょっと下から見るっていうのがすごく自分たちもめっちゃ嫌なんです。多いんですね。ここから蹴ったり、なのでこれはよく見てます。すごい。おぉ、全部当たってます。すごいです。すごい、すごい。共通してますね。皆さん、堪能できましたかね。すいません、じゃあ、長くなっちゃいましたけども。ありがとうございました。その先生一番よく届くかなと思って。
じゃあこれから太道の中野先生と、はい、はい、ちょっと手合わせをしたいと思います。憧れの前田先生、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと動きについていけるかちょっと自信ないんですけど、いやいやいや、頑張ります。はい、大丈夫。先生、キックボクシングで、はい、憧れの、憧れの前田。定まらない。止まってないから。太道とキックボクシングとか、うん、なんですね、太道の競技だったら太道限定でやるんですけど、それ普通のも混ぜちゃったりすると。すごいね、面白い。止まってないから見合う時間がない。うんうんうん、常に動いてるから、私たち距離掴むのに結構集中するんだけど、距離が掴めないから読めない。本当。おっしゃる通りで、本当に、うん、もうバンバン蹴られたり殴られたりしたら、うん、ダメかもしれないんですけど、まあ、なるべくこう、考えがまとまらないようにしたいっていう態度があります。そう、定まらない。どうしたらいいんだろうって感じです。すごかった、勉強になりました。いや、こちらも本当に夢が叶って、ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございます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 。足先から膝、腰、胸、頭のところ、そして腕まで全部をこそっと蹴っていきます。足を引きながら膝曲げてこう崩していくっていうことをやってみましょう。首の中心が数センチリーチ伸びます。これ非常に大事で、打撃をやってる人はこの数センチっていうのが非常に大事だと思うんですね。ブループリー没後50周年ということで、達人の皆様とアクションシーンを撮ってみました。楽しかったですね。楽しかったですね。どうでした？疲れましたね。